こんにちは、青柳ひとこです。今日もひとことチャンネルご覧いただきありがとうございます。今日は、イデコでおすすめの投資先というお話をしていきます。さて、このチャンネルでは知らないと損をするお金の話をどんどん配信しています。ぜひチャンネル登録をしてください。チャンネル登録の際には通知をオンにするにしていただきますと最新動画を見逃すことがありません。ぜひ通知をオンにするにしてチャンネル登録をしてください。今日はですね、そのイデコでどういうふうに投資をしていくか、おすすめの投資先というお話なんですけれども、まずですね、イデコというのは確定拠出年金、個人型の確定拠出年金というお話なんですけれども、年金というふうに名前がついているように、国民年金もしくは厚生年金に上乗せする年金制度なんですね。なので、他の年金と同じで、60歳まで毎月毎月積み立てる。そして60歳まではお金がもらえない。一つイデコの特徴としてありますのは、60歳から70歳までの間の好きな時に受け取ってくださいというですね、受け取る年齢は自分で選べるということになっているんですね。まあ、そういった特徴があるわけなんですけれども、そのイデコの一番のポイントはですね、積み立てたお金、年金として自分が積み立てたお金を自分で運用することができるということなんです。国民年金にしても厚生年金にしても積み立てたお金はですね、年金機構というところがあって、そこで運用を管理していますので、自分でね、どうこうすることはできないわけなんです。しかし上乗せ部分のイデコは自分で運用を指示することができる、自分で運用の配分を変えることができるというのが一つの特徴なんですね。で、とはいえですね、じゃあどうやって運用していくんですかということなんですね。これやはりですね、私の投資スクールでもよく聞かれます。どうやって運用したらいいですかということですね。結論から言いますと、イデコはですね、あんまりその欲を出してすっごく利益を出してやろうというよりも、もうローリスクローリターンで長くね、運用した方が私はいいと思っています。そもそもイデコは積み立てるだけで税金が減りますから、あなたが払っている税金が減る、まあ税金が還付されるというところがありますので、そこが一番のメリットなので、イデコの運用自体はあまり欲張らず、逆に欲張ってマイナスになってしまったら意味がないと私は思ってますから、まあ、そこそこ運用できればいいなというふうに考えた方がいいんですね。で、そこそこってどのぐらいかっていうと、私の目安ではですね、だいたい 3% から 5% ぐらいの運用ができていけば、イデコはもう OK じゃないかなと思っています。で、3% から 5% っていうと、すごい高いと思われた方もいらっしゃるかもしれませんよね。銀行が今 0% ですからね、3% でももう全然いいですっていう方は、これで OK という話なんです。で、その投資法ってどういうことかっていうと、インデックス国際分散投資法というのがありまして、まあこれはですね、私はイデコの投資ではおすすめしています。このインデックス国際分散投資法っていうのは、そんなに難しい話ではなくて、まずインデックスっていうね、投資があるんです。これはイデコを始めたら、この中から投資信託選んでくださいっていう投資信託がわーってこう並んでると思うんですね。イデコを始めてない方はちょっとイメージできないかもしれませんが、イデコ始めればそれは金融機関から送られてきますから、まあそんなに心配する必要はないです。この一覧の中からね、あなたの積み立てたものの運用先選んでくださいっていう一覧が来るんですよ。で、一覧が来ると、まあ、大体の方は、びっくりしちゃいますよね。めんどくさいな、みたいな。どうやって選ぶのかな、みたいなね、なります。で、しかし、安心してください。その中の、インデックスっていうのを選べばいいんですよ。もしくは、パッシブって書いてある。インデックスもしくは、パッシブって書いてある、まあ、投資信託をまず、ピックアップしてください。で、インデックスもしくは、パッシブってどういうことかっていうと、まあ、それぞれのマーケットの平均値に連動しているというのが、まあ、ざっくり言うとね、インデックス、パッシブの特徴なんです。例えば日本株であれば日経平均株価みたいなね、聞いたことありますよね。日経平均株価ってニュースでもね、出ますよね。で、日経平均株価っていうのはざっくり言うと、日経新聞社が選んでいる日本をリードする会社225社の株価の平均なんですけれども、まあ総じて日本株のマーケットの大きな動きを表してるよっていうのが日経平均っていうことなんですね。まあ厳密に平均ではないですが、大体ざっくりね、
日本の株式市場を表しているよね。まあ、こういうのを指数って言うんですけど、インデックスもしくはパッシブの投資信託というのは、こういった各マーケットの平均値、もしくはそのマーケットの動きを大きく表していると言われている指数に連動するように作られているのが、インデックスもしくはパッシブの投資信託ということなんです。つまり、そのインデックスもしくはパッシブの投資信託に投資をしておけば、まあ、大体そのマーケットの平均に投資ができるということなんです。だから、まあ、投資が簡単なんですよ。まあ、平均ですから、それ以上でもないし、それ以下でもないので、そこそこの運用っていうことですよ。最初にも申し上げましたけど、イデコは、そんなにすごい投資の運用利益を狙うというよりは、まあ、そこそこにしといた方が、私は無難だと思うし、安全だからなんですね。で、その場合には、インデックスかパッシブを選びましょうと。で、インデックスもしくはパッシブをこうピックアップすると、それでもいっぱいあるんですよ。で、なんでいっぱいあるかっていうと、そのジャンルが違うんですよね。ジャンルって何かっていうと、日本株、今言ったね、日本株、もしくは外国株とかね、あと日本債券、外国債券みたいな。で、中にはですね、国内リートとか海外リートっていうインデックスもしくはパッシブもあるでしょう。まあ、このあたりは取扱い銘柄が金融機関によって違うので、まあ、必ずしもそれらが入ってるとは言えないんですけれども、しかしまあ、日本株、外国株、日本債券、外国債券ぐらいはね、まあ、どの金融機関でも多分入ってます。で、それぞれのインデックスもしくはパッシブを選べばいいということなんです。簡単ですよね。簡単なんです。で、それにそれぞれ同じ配分でいいですから、配分してコツコツ積み立てていく。そうすると、まあ、日本と海外の債券、株式に平等に投資をしていけば、理論的には世界平均に投資ができるということになるわけなんですよ。で、世界平均というのは、まあ、世界の経済というのは、平均で毎年 3% から 5% の成長率ということが統計で出ていますから、だから、インデックス投資、まあ、世界平均に投資をしておけば、だいたい 3% から 5% ぐらいは利益が出るでしょうということです。まあ、絶対ではないですけどね、もちろん投資ですから。でも、1% でも利益が出ればね、銀行の預金が 0% だから、まあよっぽどいいかなと思うんですよ。もちろんマイナスになる可能性もありますけどね、それはきちんと分散で、そのリスクを分けておくというところで解決をね、していけるはずですから、まあリスクはありますけれども、運用してみようという方はですね、あまり高い運用利益を狙うのではなく、イデコではほどほどを狙っていきましょうということです。そして、イデコはですね、その運用益が出たとしても、税金がかからないというメリットもありますから、まあそういったところもね、最大限活用をして運用していくというふうに考えていただければと思います。そしてこのインデックス投資は長期投資、長期運用ということと非常にまあ相性がいいんですね。まあ、世界経済に投資して世界経済の平均の成長率を狙っていこうということなので長く積み立てた方がいいです。ですから1、2年で結果が出るというものではありませんからできるだけ長い期間をとってね、運用していくということは念頭に置いておいてください。そして今コロナの時期なので実はですね、世界株とか日本株、まあ日本株今ちょっと上がってきましたけど世界の株価とかもね、結構こう下がっているんですね。で、下がっているとあマイナスなのかなと思われるかもしれませんが、しかし積み立てを始めるには絶好のチャンスなんですよね。こういう変動の中で運用していくわけなんですけれども、結局ね株価とか投資っていうのは上がったり下がったりを繰り返していきますから、今ちょっと下がってるということもですね、長い目で見ればその中の一瞬ということになるんですね。で、そこだけを見てああもう投資はできないということではなく、逆に今始めてこれからは上がっていくことを期待してコツコツ毎月ね積み立てていく、まあ、そういった意味ではイデコは今始め時ということになります。で、今までもしですねイデコで運用をしないで預金にしてましたっていう方、それはそれで別に全然いいんですけれども、もしこの先銀行の金利よりも高い利回りを目指していこうということであれば、さほどリスクがないですねこのインデックス国際分散投資、ぜひねちょっと検討していただければいいんじゃないかなと思います。で、例えばその積み立ててるお金全てをね投資をしなくても、極端な話ですけど積み立ててるお金の 90% は預金で 10% のうち 2% みたいな感じでこう分散してみるみたいなね、ちょっとそういう形でも始めてみるとドキドキ感ワクワク感がこう味わえるかなと
思いますね。小さく始めて大きく育てる、それが投資のいいところですから、最初は無理せずね、小さい金額でちょっと興味があれば始めてみる、そういった感じでもいいのではないかなと思います。でですね、このインデックス投資の話今日しましたけれども、イデコはインデックス投資本当におすすめなんですけれども、一般のNISAに関してはもうちょっとアクティブな投資も可能なんです。イデコはまあ期間も長いし、選べる銘柄が限られているので、まあ、インデックス投資でまあほどほどに利益を狙っていくのがいいと思いますし、それ以上出そうと思うとちょっとリスクが高くなるので、そこは抑えておいた方がいいと思うんですね。で、もっとね、高い利回り、運用利回り出していきたいなっていう方は、一般のNISAでしっかりと運用を学んで、アクティブな投資信託に投資していくということをお勧めしています。まあ、私の投資スクールではそういった運用の方法というところを教えているわけなんですけれども、これも今あなたがやり方を知らなかったとしても、きちんと学べば誰でもできますから。で、私はですね、アクティブな投資信託で 10% の利回りを目指していこうということをですね、投資スクールで教えています。もし興味がありましたら、そういったところもですね、無料の動画配信などもやっていますので、ご覧いただければと思います。ということで、今日もここまでご覧いただきましてありがとうございました。投資の話もね、今後どんどんチャンネルでお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてください。また今日の動画が良かった、役に立ったという方は高評価、いいねをお願いします。それが私の励みになります。また SNS もいろいろやっています。 Facebook、Instagram、Twitter、ブログ等々ですね、都合のいいもので情報を取っていただければと思います。またメールマガジンも無料で毎日約3万部配信しています。メールでも情報が欲しいという方はぜひご登録ください。そして投資をもっと学びたい、投資をもっと知りたいという方のために、無料のウェブセミナーも開催しています。こちらもですね、いずれもこの動画の説明のところにリンクを貼ってありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。